させていただきました。ちょっとそれで実は思い出したことがあったり、今ここで話をしている内容が思い出したことがあったんですけど、本学では IT 特論という、科目があって、いろんな企業の人に来て喋っていただく講義があるんですね。で、去年実は IBM の平山さんという方に来てもらって喋ってもらったときに、ちょうど銀行に関する話がほんの少しだけ出たんです。で、それどんな話だったかというと、ホリデーバンキングとかサンデーバンキングの話ですね。若い方はたくさんいらっしゃるので皆さん知らないかもしれないんですけど、でちょっと前まで、私がまだ学生だった頃は実は休みの日に銀行休みだったんですね。だからお金を下ろすことができなくて、で休みの日に飲みに行こうと思ったらお金が本当にないので、さっき何度言ってたっけ、サラ金みたいな感じですけど、そういうのを借りたことが、実はないわけではないんですけど、それがだから実はできるようになったのが1990年、頃でございます。でそれから、まあ、フィンテックが始まったというよりはちょっとそこから、まあ、期待が随分変わってきたなというのがまず一つと、それからさっき銀行不便だよねという話を張さんがされてたと思うんですけど、ちょっと前までは実は銀行に行かないといろんなことできなかったんですけど、最近は僕は新生銀行が好きで使ってるんですけど、ほとんど の作業がオンラインでできるようになってる、随分良くなったと思うんですよ。でもやっぱりまだ使いにくいよねっていろんな人がいろいろ思ってて、でそれがこれからのフィンティックのさっきバージョン2とかバージョン3とか出てきたから、それで変わってくるといいなというふうに思ってます。で今会場の皆さんがいろいろ質問を出してもらったんですけど、まず最初に実は張さんがすごく概略的な話をしてくれたので張さんの質問すごく多いんですけど、まず一つですね、そういう中においてフィンテックは庶民って書いてらっしゃいますけど、まあ、一般市民の方々に関してどんな利益をもたらしますか、副作用は、どうでしょうかって話と、それから破壊的技術みたいな話もあったんですけど、破壊されてしまうと庶民なんか困ることあるんですかみたいな質問がありました。でまずまあ調査にお答えいただいて、皆さんなんか喋りたければ何か言っていただけるといいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。破壊的なディスラプティブアタッカーというお話を先ほど申し上げましたけれども、破壊的な攻撃を受けるのは金融機関なんですよ。庶民の皆さんではありません。ですので一般のエンドユーザーの方にはメリットをもたらすはずです、フィンテックは基本的に。なので金融機関は逆に言うとですね、焦ってますと。今のまま何もしないで放置をすると自分たちのポジションが危うくなるので、フィンテックに取り組まざるを得ない。それは自力でやる場合、それからその、協業をする場合、そういう形でそのやってると思ってますので、あくまでも先ほどマークさんからシステムオブエンゲージメントっていう話がありましたけれども、エンゲージメントレベルを高めるのがフィンテックだと思ってますので、エンドユーザーの皆さんはいいことはあっても悪いことはないはずです。基本的にそうあるべきだと思ってますし、私自身はフィンテックそのものといいますか、金融システム、その特に銀行に申し上げたいのは、あなたたちはサービス業なんですよということなんですね。お客様に対してサービスをするのが金融機関の使命なんですよ。ところがサービスをするという意識があまりにも今まで希薄だったから、先生がおっしゃったようにですね、日曜に ATM も使えないというような状態があったわけですよ。でも一般的な生活を考えれば、マークさんの話の繰り返しになりますけど、なんかおかしいよね、なんか不便だよね、こうだった方がいいよねということが実現してきてるんですね。で結局フィンテックの今のさまざまな仕組みもそういうことだと思ってますんで、もう繰り返しになりますけれども、エンドユーザーの皆様には、利益しかもたらさないはずです。私はそう思ってます。よろしいでしょうか。私は基本的に賛成してるんですけれども、先ほど補足させていただきます と、銀行がサービスを提供しなきゃいけない、金融機関を提供サービスを提供しなきゃいけないということなんですけれども、先ほどはちょっと、パネルが始まる前に話してたんですけれども、ちょっと私は、結構銀行は、まあ、守られた業界といいますか、規制されている業界なので、結構可用性とかそういうようなところが問われる中なので、日曜日
ATM をやるとしたらきちゃんとお金出るのっていうことが逆に問われるようになるんです。でそれをきちゃんと管理できるような人を含めてシステムを含めて全ての体制を整えなきゃいけなくて、それがコストにつながる。コストにつながったらお客さんはどのぐらいそのコストを負担しなきゃいけないです。なので銀行が悪いとかじゃなくて、まあ、昔はこういうの課題があったんですけれども、最近の技術 でそれは本当に最先端ではなくて本当に近代の技術でああいうのをできるようになってる、まあ、今どなたでも日曜日でも使えるようになってるんですと思うんですけれども、その延長線としては、だんだん当局がハッピーでありながらも銀行は新しいサービス提供 できればなと思いまして、でそれ多分フィンテック企業との協議用がメインかなと思います。ですね、基本的にフィンテックって顧客中心主義とイコールだと思っています。なので、まあ、利便性、消費者に対しては利益しかもたらさないと私も考えています。先日某、ネット銀行の方とお話をさせていただいている中で、おそらくその今までの金融サービスをきちんとリーチできている先ってきっと上位の富裕層 5% ぐらいじゃないかみたいな話がありました。 で私も私はその 5% ではないのでで多分それ以外の残りの 95% を放っておくんじゃなくて、要はそのプライベートバンクをサポートする営業マンみたいなのは世の中にいっぱいいるし、特にその富裕層向けのサービスっていうのは人が提供することっていうのはまあ、シンガポールとかそういう富裕層が集まるところでたくさんあることなんですと。ただやっぱりその残りの 95% とちゃんと向き合わなきゃいけないよねっていうんで、人工知能とかブロックチェーンとか API っていうものを使って金融サービスを自動化して機械化して残りの 95% に対してもいいサービスを届けるっていうのがフィンテックなので、そういった意味で収益しかもたらさないと私も思っていますというところです。はい、こう順番に答える雰囲気になっているので引き続きこのまま答えますが、皆さんがおっしゃったことすべて私も同意見です。で私も先ほどはブロックチェーンの話だけしましたが、まあ、フィンテック事業開発室というところで、まあ旧体以前の IT ベンダーとしての役割だけでは、ビジネスを失うので、まあ、自らフィンテックサービスを企画開発して本当はエンドユーザーコンシューマーの方にリーチする企画等をどんどん今推進しています。やはりやっぱお客さんの理解が一番重要な中で、まあ、あえてちょっと心配しているネガティブサイドだけを言いますと、まあ、いろんな方とディスカッションしている中で見つけ出したネガティブサイドを言うと、やはりこのバズワードに乗っかって詐欺まがいの会社が出てきたりとか、あとは生体認証技術等もすごくポテンシャルはあるんですが、何がどこまで安全なんだろうとかいう消費者の納得感、あとブロックチェーンもですね、秘密鍵公開鍵なんて言われても分かんないし、本当の消費者には、まあ、今のビットコインの仕組みも鍵なくしたらおしまいなんですけども、秘密鍵をそれもやっぱり消費者には分かりにくいし、やっぱそういう分かりにくさに対する納得感を与える作業といいますか取り組みっていうのは消費者さんにとって普及していく段階に、メインストリームになっていく段階においてはますます重要になってくるんだろうなと思っています。はい、ありがとうございます。一番最初にね、翔さんがお話しいただいたときに、フィンテックって若干バズワードになってますよねっていうことと、それから別に今回急にこれが降って湧いた技術、最新技術じゃないっていうこともあって、だんだんこう良くなってきているんだけど、みんなの期待っていうのは言葉ができたからこれによってすごくドラスティックに世の中が変わるんじゃないかっていうふうに期待してる可能性はあるかなというふうに思ってたりして、実は一個それに関する質問ずっとコメントがあってね、フィンテックでどのように社会的インパクトがある問題を解決できるのかが具体的に見えてこないので、日本ではフィンテックの投資基金が集まらないじゃないですかみたいな話があったりするんですけど、どうするに変わりますかね。
例えばですね、今のお話について申し上げるとブロックチェーンの話になっちゃうんですけども、例えば今銀行の取引なんかでですね、むちゃくちゃ面倒くさい取引ってあるわけですよ。例えば貿易金融ですとかですね、シンジケートローンですとかですね、そういったその様々なステークホルダーが絡み合っていて、その人たちがファックスで情報のやり取りをして意思決定をしているとかですね、そういうバカバカしいって言っちゃいけないんですけど、旧態依然の処理が残存しているっていうのはあるんですね。でこれはもう企業側のニーズとしてですね、そういったその処理を何とかしたいという合理性を高めたいというニーズはあるわけです。でただその残念ながらブロックチェーンの話になりますと、ブロックチェーンってまだ技術的に未成熟だというのは繰り返し今日も述べられている話なんですけども、じゃあどこまで使えるかは分かんない、でも使えるようになったらこうなるはずだっていうところは皆さん分かってきてはいると思います。実証実験が重ねられているから。で、そういったものがある程度もう少し積み上がっていくと、日本における投資もですね、私は増えていくだろうと思いますし、さらにそれは企業サイドの話ですけども、エンドユーザーが消費者もですね、より良いサービスに慣れてきてしまうとですね、さらに良いサービスを求めていくわけですね。だとするともうそれはもう投資の積み上げで対応するしかないっていうのはあるんですが、その一方で例えば、一つだけ申し上げておかなければならないのは、もう日本の今銀行って必ずインターネットバンキング、モバイルバンキング提供してますよね。なんだけれどもアクティブユーザー、実際の利用者っていうのはあまりにも少ないんですよ。まあ、都銀、メガバンクは別ですけども、地銀のですね、地銀さんのインターネットバンキングの利用率は極めて低い状況にある中で、じゃあそうした中で本当にそのサービスを向上していくことに対するモチベーションが高まるかっていうと、まずそっちを上げておかないとですね、どうしようもないんじゃないかっていうところもあると思います。そういう意味では、いろんなそのニーズっていうものがどんどん高度化していくっていうのは事実だと思いますし、さまざまな実証実験の積み上げの中で、社会的な合意が形成されていって、私は投資は増えていく、あるいは増えていってもらわないと IT ベンダーとしての人たちは困っちゃいますっていうところなんだと思っております。その投資の話があったかと思うんですけれども、そして、地方銀行の場合はインターネットバンクの普及率はもう 10% も至らないところもあるというような、いろんな日本のどう、もともと質問は日本はどう変わっていく、ドラスティックに変わるかといいますと、ちょっとマクロとミクロ両方見た方がいいかなと思うんですけれども、マクロでいうと日本の政府が日本最高戦略っていうのを出してて、 IoT、フィンテック、僕は何だったっけ、僕はフィンテックしか、ドローンですね、はい、すみません。で、なので、多分日本政府とか当局が言ってるのは、日本で何かを作って、それをもう経済効果が出るようにやりましょうということだと思うんで、で例えば今まで、これ、すみません、私、外国人として言ってるんですけど、ロボティクスとかは、日本は明らかに世界中有名なので、いやさすが日本はなってみたいな、アメリカ人よく言ってるんですけど、ロボットに対してロボットの研究などなので、同じく多分政府がいや日本に優秀な技術者たくさんいらっしゃって、ブロックチェーンは結構いろんなところでポテンシャルを持ってるので、すごいブロックチェーンを研究して、それをちょっと産業を作りましょうっていう、なんとなくマクロのところで私が感じています。でもそれが多分ブロックチェーンとか生態認証、本当にこれからの技術に対することだと思うんで、それどっちかというとオリンピックまでに個人のミクロのレベルで個人の消費者に対して何か変わるって言えば、経済が良くなればみんな良くなるっていうのはあるかと思うんですけれども、自分の銀行とのリレーションが便利になるって言えば、多分それは今回 の政府が絡んでいるところとは違うかなと思ってまして、それは普通に弊社みたいな、フィンテック企業がここはちょっと無駄だな、ここは高いから、ここはサービス良くないと投資をしてやってる。で日本のそういった意味では日本の投資の金額は小さいっていうところで、多分他 の先進国と比べてちょっともしかして普及が遅いのかなと。ですね、
まあ、私みたいなこう営業の人間はこうそのうちに答えられない質問が出てくるんじゃないかとちょっと戦々恐々としてるんですけど、この質問はギリギリ大丈夫です。投資はですね、増えていくと思いますね。でただ今の日々事業計画とか営業している中で思うのは、やっぱ生みの苦しみの状態に今の日本のフィンテックってあるのかなと思ってます。まあ、すごくいい我ながらですけれども、こういいアイデアとかいい提案っていうのをお客さんに持ってったとしても、やっぱりまだ時期尚早だよねとか、周りがついてこないんじゃないかなみたいな話で頓挫するケースってやっぱり少なくないんですよね。そういった意味で、これから、まあ、政府も後押しをしているし、あと先ほど少し申し上げたの PSD2 っていう動きが、まあ、ヨーロッパで施行された中で、まあ、おそらくそのフィンテックの成長の仕方っていう意味でいくと、まあ、ヨーロッパモデルに日本はなっていくと思うので、同じ成長過程っていうのをたどるのであれば、PFM の事業者さんが力を持っていくだろうし、あとはそのフィンテックも投資額が増えて、まあ、どんどんとそれに合わせてこう需要も、人々が消費者の認識も変わっていって、で、ゆえにそれに投資が乗っかってくるというような成長過程を日本でも取っていくのではないかなと思います。大体言われた後に最後なんか喋るのがっていう本部はそちらから順番変えましょうね。いやそれでいいです。大体この流れの方が全体から喋っていただいたのと、なんか個人的な見解を最後述べた方が、フィンテック の、 そのベンチャーキャピタルの人とかですね、そういう方たちとも議論してて思うのが、一つ日本において欠けてるなと思うのは、先ほどいい言葉だなと思ったのは、ビジネスは冒険であると言った時に、多分冒険者がとても少ないんだと思います。やっぱりビジネスを回そうとすると、やはりそのシリコンバレーは、まあ、投資の多い場所ですけども、やはりそのエンジェル投資家という人が失敗するかもしれないビジネスアイデアに対して投資するわけですが、それはビジネス、そういう失敗するかもしれないようなビジネスに挑戦する冒険者がいっぱいいるからだと思うんですね。であとはその冒険者が失敗してもその人はずっと称えられるという文化があって、まあ、日本みたいなところはこう失敗するとどうしても失敗の方が先に出てきてしまうとかいうところもあって、こういうフィンテックっていう世界に限らず、生体認証、AI、ブロックチェーン、その他技術がものすごいスピードで、進展する世界になってきた背景の中で、こういったビジネスアイデアをいち早く活用する人が、まあ、フェールファーストと言われるような人たちが競争優位性を増していて、それは別に大企業じゃない方がベターな世界が出来上がってくると、まあ、まあ小さいプレイヤーの方たちでも十分大企業並みのことができるようになってきた中で、やっぱりその冒険マインドがないと、そういう環境は整っているのに戦わない人が減っていると、まあ、なかなか活性化しないというのは一つの大きな課題としてあるんだろうなと思ってます。あれですよね、フィンテック一つの意味としてね、その一般の市民の動向というよりは、金融のビジネスに対して昔からの銀行とか証券会社以外の人たちも、こう、まあ、容易じゃないけども参入できないわけではなくて、参入する可能性ができるし、そのときによって使い勝手とかサービスが革新されていくっていうようなこともフィンテックの一つとして考えていいのかなというふうに思ったりもするんですけど、もうちょっとあと一つだけ皆さんに質問して、その後個々の方々に質問来てるので、そっちに移りたいなと思うんですけど、これも単純な質問なんですけど、今回ビットコインの話もちょっとあったと思うんですけど、ビットコインとか、あと大きな銀行さんがこう仮想通貨みたいなものを出していたりもしますよね。で、まあ、ビットコインに関してはこれ質問の中にも書いてあるんですけど、まあ、政府の裏付けがない通貨みたいな意味付けもあったりするし、それから世の中にはいろんなプリペイドカードとかデビットカードみたいなものがあるんですけど、今こう新しく銀行が出そうとしている仮想通貨とか、あるいはまあポケモンゴーの中に出てくる通貨も最近政府がどうこうって話も出てきたりするんですけど、これは今までの電子マネーと違った利点があるんですかみたいなことが質問としてきてるんですけど、ちょっと向こうの岩田さんからちょっとお話をしていただけるとありがたいんですけど、なんか今までのレディとかスイカとかあったじゃないですか、それと
今なんか新しく出てるビットコインとかって何か違うんですかというふうなことを聞きたいんだと思うんですけど、まあ、仕組みからすると多分根本的に違うんですが、まあ、消費者というかエンドユーザーにとってはそれは全然まあ、どうでもいい世界だと思うので、まあ、エンドユーザー目線で見ると使いにくさとかですね、そのユーザビリティとかちょっと置いておいてというのはまだビットコインはとても使いにくい仕組みだと思います。イーサリウムにおいてもある程度の知識を持った人じゃないと使いこなせないと思ってますので、まだ使いにくいというところはありますが、本当にそのビットコインとかちょっとイーサリウムっていう固有のものを置いて、いわゆるクリプトカレンシーと言われているようなものが、まあ、分散台帳技術で実行できるようになれば、やはりコストは安くなると思います。エンドユーザーさんにとって。でやはり一つの利用用途として注目されているのは海外送金で、強利送金と言われているような、まあ、アジアで出稼ぎに行って海外送金するのもものすごいお金を取られると、まあ、10ドル20ドル取られるような場合もあると、まあ、そういうのがもう劇的に安くなるというのは可能性としてはあるでしょうし、まあ、簡単に言うと、まあ、インフラが安くなる分手数料が安くなるという世界はあると思うんですが、まあ、まだまだそれを実現し、そのプライバシーも保障してユーザビリティも保障してそれを実現するにはまだまだ時間はかかると思っています。コストを生むことで言うと、なんかイスラムの送金の仕組みがありますよね。ハバナでなんか要まとめてゴジミが1回集めてで現地の人に配るみたいな、ああいうのも多分こういうのが本当に出てくると変わるのかもしれないなと思うんですけど、あれすごくコスト安いじゃないですか。それになんか IT の仕組みって IT ベンダーさんが儲けるからそれより安くできるのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、でもやっぱりコスト下がる可能性あるんですか。ものすごく細かい話になっちゃってあれかもしれないですけど、一番裏側のセトルメントのコストといいますか、いくらネッティングしようが裏側で発生するコストっていうのは、まあ、やはりそのブロックチェーンの技術が発展すれば安くなる可能性はあると思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっと他の方も仮想通貨とかビットコインとかと何の電子マネーか多分おっしゃったことだけだと思うんですね。一般の方にとっては別にお金が増えるわけでも劇的に増えるんだったらすごく嬉しいし、劇的に増えないんだったらあんまり変わらないと思うかもしれないんですけど、なんかこうこれが変わるよねっていうところがもしあればコメントいただきたいんですけど。はい、私一つだけ、はい、ちょっと順番いいですね、もうバラバラですけど弊社は全くビットコインとかブロックチェーンは触ってなくて、私フィンテック協会の理事として結構ブロックチェーンのところは話に参加するんですけれども、よくビットコインを、消費者に説明するときは、まずは仮想通貨の仮想を取って、まあ、通貨ですよって言ってて、で昔は銀と金は取引されるじゃないですか。で銀と銀はもうどの国でも、まあ、所有してる、まあ、いろいろあるんですけど、そういう簡単にインターネット経由で運べるような金と思えばいいと思いますよというふうに説明してまして、例えば特に今すぐできることなんですけれども、日本の取引所でビットコインを日本円を使って買えます。でそれをどなたにビットコインとして決済します。でその方がアメリカでまた同じく、まあ、違う会社だと思うんですけど取引所で決算する USD に、つまり海外送金が SWIFT のネットワークとか銀行の中のネットワークとかと通らないで、そのままほぼ手数料なしでできるっていう仕組みは全然可能、多分それをやってる企業はあるかと思うんで、なので簡単に言うとそういう手数料がなくなるっていうのはあり得るかなと思います。それ今でもできることです。その手数料取らないと困る人もいるんじゃないですかね、銀行がまあいいのかな。でもそんなに今日本の銀行に行ってアメリカにこのお金を送金したいっていうと大体3000円から4000円の相場ぐらいになってるんで、ネット銀行だと1000円もやってるところもあるんですけれども、まあ、1000円やってるけれども、その通貨の交換レートは悪くなったりというのはあるので、最終的にはあんまり多分銀行にとっておいしい手数料ビジネスじゃないと思うんですよ。多分銀行にとっていいのは、人が実は来店舗、店舗に来て、他の話できる機会ができてるぐらいでいいと思いますよ。あなたいいですかね。これす
すごい僕よく分かってない質問なんですけど、富澤さんダイレクトで言ってる質問があったんですよね、はい、未だに印鑑の銀行業務をイノベートする戦略ってあるんですかって。私にですか、分かんないイノベート、よく分からないけど名前がついてるので印鑑、あの印鑑、まあ、印鑑は多分、ね、あのまあ置いといて、銀行の業務、まあ、銀行は印鑑使ってまだやってるじゃないですかという、まあ、これは古臭い業務だろうってことの理由だと思うんですよね。で、銀行の業務ってもっとイノベートできるんですかというふうな質問かなと思うんですけど、多分たくさんあると思うんだけど、あの、うん、特に何か思うことってございますか。あのですね、おそらく、あの趙さんが答えるのがそりゃそうだなっていう質問って印鑑って話が出た瞬間に、あ、これやっぱ日立さんとか日立オムロンターミナルソリューションとかそういうのもあるもんですから、いや、そっちの話そうだなと思いました。いはい、はい、営業店には営業店システムっていうのがありまして、例えば印鑑の印送をですね、集中管理する仕組みがございます。それはその口座を開設するときですとか取引をするときに皆さんの印鑑を印を押してもらうという仕組みが今までのやり方だったからですよね。ただしそれは別に印鑑ではなくてももちろんあのサインでもいいわけでして、まあ、あの私が銀行員やってたのって旧のシティバンクなんですけども、シティバンクのリテールバンキング業務では印鑑も使えたんですが、印鑑じゃなくてもサインでもいいんですよ。印鑑なくたっていいんですよ。サインでもいいんですね。で、正直ですね、印鑑っていうのは皆さんも経験あるかもしれませんけれども、私実はですね、副業でですね、銀行の営業店のデザインやってるんですよ、お店の日立の中で。で、お店の調査に行くことがあるんですけれども、高齢者のお客様がですね、印送違いの印鑑を持ってきて何回も来店されることって結構あるんですね。でこれこそ全く不便ですよねっていう話になってきて、それはもう皆さん分かってるんです。で、印鑑を管理する仕組みなんていうのはもう正直言ってもう無駄じゃないですかって思ってる人もいますし、で、印鑑を押してもらう伝票そのものが無駄じゃないですかっていう話にもなってるんで、今、まあ私たちを含めてですね、 IT ベンダー、営業店システムを納めしてるベンダーはですね、印鑑レス、伝票レスの方向へ向かおうという形で考えているはずです。おそらく NEC さんもそうだと思いますけど、そういった形でですね、それをじゃあ何で置き換えるんですかっていうと、サインだっていいんですけど、まあ、我々は指静脈認証って生体認証もやってるもんですから、あれも利用者の利用率が上がらなくてですね、困ってるんですけども、それをその、口座を管理する仕組みとして生体情報で一括管理してしまいましょうという形になりますと、ある特定のピンと指をかざしていただきますと、お客さん名前も書かなくていいですし、口座番号も書かなくていいですし、住所も書かなくていいわけですよ。今皆さん銀行取引してると単に両替するだけでも名前書いて住所書いてますよね。銀行口座持ってんだから私の情報なんか知ってて当たり前でしょっていう話なんですけど、分かんない、分かんないから伝票書けって言うんですよ。そんなことをやめましょうという形で、印鑑をなくす、そもそも印鑑をなくし、例えば生体認証でお客様を認証して、いろんな情報を自動的に打ち出す仕組みというものを作ろうと していますので、銀行システムは、まあ、今後、さらに高度化をしていくものだとは思うんですけども、その一方で皆さんに申し上げなければならないのは、どんなにこのシステムが進化したとしても通帳が大好きな高齢者っていうのはいなくならないんですよ。で、営業店行っていただくと分かると思うんですけども、自分の通帳がどこにあるかずっと見てますからね。で、それで営業店の職員、行員の皆さんはお客さんの視線が指すように痛いって言ってストレス感じてるんです。で、これが今の実態なんですね。で、印鑑じゃないと嫌だ、通帳じゃないと嫌だっていう人が残っちゃう、残存した場合に、いや、やめますと、先ほどのアメリカの銀行だったら平気でやめるって言いますよ。やめるって言えないんです。で、そういったそのまだ保守的なところが残ってますし、なかなか踏ん切りがつかないというのは実態だと思いますけれども、ただシステム的にはそういうオプションを皆さんに提供する方向に変わっているのは間違いありません。ですので、お若い皆さん、 IT リテラシーの高い皆さんという
皆さんに対してはですね、そういうオプションが徐々に提供されていくようになると思っています。それは一般庶民の方にとってフィンテックが良くなることの一つですよね。だって私もですね、伝票になんで俺自分の名前書かなきゃいけねえんだよ、なんで口座番号書かなきゃいけねえんだよ、住所がかかってんだろ電話番号もって言いたいですもん。だから伝票書くのが嫌なんですよ、めんどくさいんですよ。そうですよね、もうつい最近もなんかちょっと銀行がたくさん書類書かされて手が痛くなって泣きそうになった覚えがあります。そうなんですよ、すいません、 あとですね、ちょっとこれあった実話としてですね、申し上げたいんですけど、住宅ローンの契約なんかで印鑑何箇所も押さなきゃいけないじゃないですか。でこれ銀行側のミスで私の印鑑をもらう場所を一箇所忘れました、だから来店してくださいって言われた時私は切れましたからね。何を言ってるんですかと、お前が来いやって言いましたよ。当たり前ですよね、あなたのミスでしょと。でなんで私が店に行かなきゃいけないのっていう話で、そういう切れた経験もありましてですね、サービスは良くしなきゃいけないと常に思っております。ちょっと話を変えていいですかね。すいません、マークさんに質問が来てて、これはすごくよく僕も聞いたことがあるんですけど、マネートリーさんと、マネーフォワードさんと、ここには書いてないんですけど、多分フリーリーさん違いなんですかっていう、はい、はい、まずはフリーさんは割と簡単に説明できまして、フリーさんはクラウド会計サービスをやってるんですけれども、弊社は会計はやっていませんので、あくまでも個人の資産、法人構造に対応してるんですけれども、後半で説明した MT リンクの事業で、弊社が会計ソフトのベンダーに API サービスを提供して、フリーのサービスの中に、銀行のアグリゲーション機能がありまして、いろんな銀行の明細は、会計ソフトそのままインポートできる機能を持ってるんですけど、弊社が MT リンクを使われることによって、他の会計ソフトに同じ機能を実装してます。でそれが弊社の商売です。なのでフリーさんとマニフォードさんは両方が会計ソフトをやってることによって、そちらがバッティングしてるんです。で PFM の領域でいうと、例えばもうアプリがあって自分の口座情報を確認するにあたって、そういった意味では弊社とマニフォードが確かにバッティングしてるんです。でどこがいいかっていうのは、個人の好みもあると思うんですけれども、こっちがこっちの方がいいぞっていうのは当たり前だと思うんですけれども、アプリがシンプルですし、本当に公で言えないのはあるんですけれども、懇親会でその味質問されると思うんですけれども、でも弊社が MT リンクというプラットフォームをやってるのは弊社独特で、そちらはやってないことです。なのでこれを公で言ってるんですけど、そちらがどっちかというと、我々が見てる限りでは楽天モデルみたいに、うちのところに入って、うちで会計やって、うちで PFM やって、うちは経費税さんやって、うちはどっちかというとオープンかマドルで、うちはデータをきちゃんと管理して、好きなようなサービスを使ってくださいねっていうちょっと違いがあるんじゃないかなと思います。はい、割とマネートリーさんは個人対象の感じのサービスですよね。マネージアプリはそうですね。そうそうそう、はい、で MT リンクは割とエンタープライズというか、お客さん、つまりマネージに対してお金払うのは、法人、お客さん、例えば TKC とか、もう本当に隣のビル、弥生会計さんとか、そういうところなんですけれども、弥生会計のソフトを使う個人、個人事業主、法人は弊社のお客さんでもいらっしゃるんです。はい、僕もマネトリ使っていたんですけど、関係ちょっとなんか良くないなと思うんですけど、さっき一番最初の頃にマークさんがおっしゃったように、個人情報はあれに入れますかというところで、ちょっと最初は躊躇しました。特に新生銀行を使う場合はですね、新生銀行 の暗証コードが50個とか数字を入れろって言ってくるんですよ。でまず個人情報を入れること以前に50個入れるのかとかって思いましたけど、はい、最近は良くなったって聞きましたね。良くなりました。はい、それちょっともう入れなくてもいいようになりまして、弊社が新生銀行といろいろやって、そ昔は辛かったんですよ、50個入れるのか、50個入れるのとかって、はい、まあそれはじゃあちょっと次の質問ですね。岩田さん、ブロックチェーンの話でさっきスケールの話とかも出てきたと思うんですけど、ノード数云々か云々でそのパフォーマンスもいろいろ変わってくると思うんですけど、適正規模ってどのぐらいだと思ってらっしゃいます？それは今後変わると思います。ブロックチェーンの技術開発はですね、中国されているということ
もあって、まあ、投資も行われてますし、受賞も複数行われてますし、まあ、先ほどの OSS の動きも早いので、その拡張性および性能というのは今後急速に解決されていくと思います。で、一つの取り組みとして、その小さなブロックチェーンを相互につなげていくというような提案もなされているので、もうそういうのが出来上がれば基本的に拡張性も性能の問題も解決されていくと、まあこれはもう時間の問題と見といていいのかなと思っています。なるほど。じゃあさっきお話をしてたところの、このパフォーマンスの問題は多分近いうちに技術的に解決される可能性が高いという、もちろんちゃんとですね、パフォーマンスと、まあ、拡張性は分かりやすい例ですけども、プライバシーの問題ですとか、あとはそのアカウンタビリティ、ガバナンスの問題、全部総合して適切なブロックチェーンをデザインすると、これは別にブロックチェーンに限らずですね、どのサービスにおいてもなんかそのサービスレベルに応じて適切にデザインするということが重要で、ブロックチェーンが何かのそのボトルネックにならない時代はすぐに来るんだろうと思っています。これマークさんの質問って書いてあるんですけど、日本の商品マスターは流通 BMS で統一管理をされてるんですけど、ポスデータを Git で取り組む機能ができませんかって来てるんですけど、でも日本語で書いてあったら申し訳ないなと思って。大丈夫ですか？ポスデータのことですね。そうです、ポスデータ。たまに聞かれるところ、弊社のアプリは写真撮れるんですけど、読み例えばレタスはいくら、キャベツはいくらっていう機能はついてない、つけてないです。でつけてないっていうのは我々、まあ、シンプルということで、どうせ1年間キャベツいくら使ったら別にいいんじゃないかなと我々は哲学的なところ入ってるんですけど、ポスデータアクセスできれば、まあ、データ屋さんといいますか、先ほど私が言ったように我々は共有モデルを持ってまして、お客さんが好きなようなところにデータを共有できる仕組みを MT リンクとして持ってはいるんですけど、そういった意味合いではポスデータアクセスできれば最高だなと思ってるんですけれども、弊社があくまでも、個人の、代理としてやってるわけですから、個人が同じくポスデータレシート以外アクセスできる方法あればぜひと思います。それいわゆる e リシートで、フィンテック協会の分科会で今議論されているところの一つなんですけれども、ポスデータを持ってるところはやっぱり出したくないですよね。あんなに、消費者はどう消費してるっていう情報は当然ためるような価値があるから、簡単にうちみたいな会社に公開しないです、正直です。なんかそういうのできるアプリもなんかありますよね、いくつか。まあ、それと連携するとまたいいのかなと思います。はい、他ちょっといくつか質問が来ているんですけど、これちょっとまた後回ししたいなと思いますので、会場の皆さんからですね、あとまだ時間も若干ありますので、こういうの実は聞きたかったんですよっていう話があればですね、ご質問を受けしたいなと思うんですけど、あれば、手を挙げてちょっと質問してみていただけるといいかなと思うんです。で、質問がない場合は亀井先生にまた質問してもらうことになるのででは皆さんにお伺いしたいんですけども、まあ、フィンテックが社会にあるいはユーザーに提供する究極の価値とは何か、ちょっと抽象的でもあり、ダイレクトに答えていただかなくても結構なんですけども、完全にユーザビリティですとかセキュリティですとかいろんな問題があるんだと思いますけども、もしそれらをクリアしてフィンテックっていうものが、社会やユーザーやあるいは他の対象に対して提供できる究極の価値とは何でしょうかと、いうことを、述べていただいて、その理由について、お伺いできればと思います。直接的な回答なくても結構でございます。すっごい難しい質問ですねすごく答えにくいと言いますか、大変難しい質問だと思うんですけど、私としてはですね、全面的にさまざまな形で経済合理性が高まることだと思いますけどね。
エンドユーザーの利便性が高まると取引が活発化し、取引が活発化すると企業が儲かり、で企業が儲かるとさらにそのサービスが良くなってエンドユーザーの利便性が高まり、で IT ベンダーにさらに新しいシステムの開発が要望されるという形で、私はこういったその性のスパイラルが回っていくっていうことだと思うんですね。あのフィンテックが進化していくことによって、でそれによって経済合理性が高まっていって、世の中みんなハッピーになっていくっていう、これは理想ですけど、まあ、そういうことではないかなとしか、すいません、あまりにも難しい質問なんで、こういう形の答え方しかできません。すいません、私からは以上です。ありがとうございます。難しいですね。私は先ほど携帯を使って究極ってどういう意味でしたっけと検索してたんですけど、出てきましたので大丈夫です。ちょっと、まあ、概念的に答えればいいかなと思ってるんですけど、でも大体賛成しましたよ、ね、調査コメントと。いろんなところにですね、生産性を引き上げのチャンスじゃないかなと思ってまして、一つ当然先ほどの控えめでアピールしなきゃいけないと言ったんですけれども、弊社 のソフトを使っている、会計ソフトの会社をこの間訪問したんですけれども、その会社のお客さんである個人事業主が、その会社のソフトのなんか雑誌やってるんですけど、個人事業主で一人で商売やってるんですけど、今までは弊社のソフトを使うまでは、月、まあ、20日あるんじゃないですか、丸1日会計使ってたんですけれども、弊社のソフトを入れることによって全ての銀行のデータそのまま会計ソフトで入れることができて、会計は1時間で終わるようになったんで、その個人事業主はとっても嬉しくて、本当にその経済会計ソフト会社の雑誌に載るぐらいなんかインタビュー受けてみたいな。で僕は考えてるのはフィンテックっていうか、特にその利用者を考えた時に、その個人事業主が1日20日、それ 5% じゃないですか。でその 5% が 1% 以下になったことで、本業にフォーカスできて日本の経済効果になんか貢献できるようになるので、それは僕にとってフィンテックのミッションです。ですね、フィンテックプレイヤーの出現によって、何がきっと変わっていくんだろうかなと思うと、金融機関ってやっぱり横並びの意識ってすごく強いと思うんですよね。でその横並び文化、要するにその商品開発のスピードアップを後押しするっていう意味で、フィンテックプレイヤーの存在感ってやっぱ相当大きいんだろうなと思います。今やっぱり銀行が取り沙汰されるケース多いですけれども、まあ、保険商品とかも商品の企画から、それから認可を得て実際に世の中にリリースされるまでって大体2年間もかかるんですよね。でそこで、あそこが出したな、横並びにこう商品が展開されていく、これってやっぱり、顧客のオプションっていうのも、なんでしょう、限られるし、やっぱり利便性っていうのの広がり方も、制限されると思うんですよね。そういった意味でお客様に、消費者に対してのオプションをテクノロジーを使って増やす、ひいては文化を変える、で規制 その変遷のスピードっていうのも高めるっていったところで、やっぱり非常に価値があるんじゃないかなと思います。はい、テクノロジー使って何ができるようになるかっていう究極な本質的な価値とかを言い出す私にはちょっと追いつかないので、まあ、こういうのはきっと何をやりたいかと思うところだと思うんですけども、まあ、先ほども少し講演というかスピーチの中で見ましたが、フィナンシャルインクルージョンだとかインクルーシブグロースと言われているテーマは、今後金融サービス、またそのテクノロジーが金融サービスを良くしていく意味では取り組むべきテーマだと思っています。で日本語にすると金融宝珠とかですね、宝珠的成長ってなかなか聞いたことのないような言葉になるんですけども、要はやっぱりその金融が果たしてきた機能がどん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 お金持ちをお金持ちにするだけではいくらこう活性化しても、まあ、良くないんだろうなってみんな思い出してきているんだと思うんですよね、今の世の中で。そういうことが、まあ、テクノロジーで社会全体が良くなればいいなとみんな思っていると思うので、そういったテーマとしての、まあ、向かう先がフィナンシャルインクルージョン
まあ、要は銀行口座持ってない人が簡単にアクセスできて金融取引できて、であと金融デジタルリテラシー弱い人も簡単に金融アクセスできて、まあ、家計簿管理も簡単にできて、投資が簡単にできてみたいな、多分 PMF というかですね、マネーツリーさんたちが標榜されているような世界も本当に素晴らしい世界だと思っておりまして、まあ、そういうところができてくると、まあ、みんながハッピーになって、みんながイコールにフェアに成長できるというのが、まあ、目指す世界なのかなとは思っています。以上です。亀井先生いいですか。ありがとうございます。またちょっと話を変えたんですけど、全然にかフィンテックに関係ない質問から来てるんですけど、大学で今回産業技術大学院大学って大学が今回これイベントをまとめさせていただいたんですけど、大学に関する話なんでちょっと耳が痛いかもですけど、大学で学んだことは今の仕事に役立っていますかという質問が出てるんですね。で最近おじさん大学に行ったって講師の方もいるし、もう随分昔に行かれたから覚えてない方もいらっしゃると思うんだけど、大学で学んだことって仕事に役に立つんですかというか立ってますかってことなんですけど、岩田さんからいきましょうか。答えはイエスですね。まあ、スティーブ・ジョブさんがコネクティング・ザ・ドット、要はスティーブ・ジョブさんはカリオグラフィー、タイプのフォントを ABC できれいに書く授業を取って、これ何の意味があるんだと思ってたけども、もちろんアップルで素晴らしい美しいフォントを作ったんで、みんながアグリーな Windows フォントの世界からおさらばできたんだよと。でそういうドットっていうのはいつ結びつくかわからないんだよっていう中で、私も学生時代に学んだいくつかのことは今役立ってるなと思います。まあ、それが一つの例がストーリーテリングだったり、ビジュアルインフォグラフィックだったり、まあ、全然関係ないことなんですけど、結構このフィンテックとか、まあ、ビジネスにおいてはですね、後からまあ役に立つなということはあると思っております。この順でいいですよね。いいですよね。あ、はい、私も当然イエスですね。で私大学と大学院行ってるんですけど、大学は芝浦工業大学の電子工学科っていうところ出ましたと。で、まあ、コンピューターとかも電子回路の塊なので、実際にその工業大学でこうハンダゴテをこういじりながら、スイッチをオンだオフだみたいなのをやった上でソリューションみたいな話をすると、それをやらなかった上でソリューションみたいな話をするっていう意味でいくと、多分全然アウトプットが違ってくるのかなと思っています。なのでそういった意味で工学系の単科大学でコンピューターをすごく地味なレイヤーのコンピューターサイエンスっていうのを勉強できた、これは当然今の業務に生きていると思っています。であと私イギリスの大学院を出てるんですが、イギリスの大学院とアメリカの大学院の違いってやっぱりダイバーシティなんですね。私同級生に33カ国から来た人間がいました。100人ぐらい。で一方でこれ違うかもしれないけど、アメリカの大学ってアメリカ人かアジア人しかいないらしいんですよ。本当か分かんないですけどね。でやっぱりそのイギリスで勉強してる中で、なんてその文化の違いっていうんでしょうかね。あるインド人は鈴木ってあるじゃないですか、車のあれね、インドの会社だって言って譲らないんですよ。本当の話で何回言ってもダメなんですよね。そういうなんていうのかな、文化の違いっていうか、その理解、日本というものの理解のされ方っていうのもすごく衝撃があったしっていうところで、そのダイバーシティ、ダイバーシティって言うんですけど、そういったダイバーシティってそういうダイバーシティもあるんだよっていう上で、海外ビジネス取り組むっていうのも多分また違うし、そういった意味で学校で学んだことは必ずビジネスの世界で生きていくと思うし、私も生きていると思っていますというところです。私は3年間大学で日本語を勉強してきましたので、大学は意味なかったと言えないんですけど、2つのことを言わせていただければ、1つは、特にスタートアップにおいては大学行ったか行けたかはあんまり関係ないのかなと思ってます。本当に熱心になれば何でもできるはずだと思いますし、今後は、オンラインでいろんな、もう本当に無料で YouTube でスタンフォード大学の
いろんなコースを受けることができるので、まあ、それイコール大学とは全然言ってないと思うんですけれども、もしかして質問のされ方だけで僕はちょっととんがったかもしれないんですけれども、質問によってなんかみんな大学行ってる前提っていうような聞こえ方もあって、そうではないんですよねっていうことと、実際に私は、本当にコネクティングドッツみたいに石川県で留学してた時はいろんなキャノンのデジタルカメラを持ってたんですけど、いろんな写真撮ってて、これは日本すごいなと思ってて、で初めてウェブスクリプティング開発を勉強したのは家族に、撮った写真をウェブ上でなんかフォートアルバムみたいのを作りたいと思って PHP を勉強したんですけれども、つまり自分の大学の授業と関係ないところで実は種となったんですけれども、何が種になるか全然わからないので、なんだろう、種になったといえば多分みんなそう言うと思います。最終的にやったことにつながってしまうので、いいと思いますけれども、社会通念上イエスとしか申し上げられないと思うんですけど私はですね、正直申し上げまして、大学時代はですねろくつっぽ勉強しておりませんで、その後まあ会社からニューヨーク大学に行ったわけですけども、大学院に行きましてですね、私大学4年間遊びほうけていたのんべんだらりとした学生生活を送ったことを痛烈に反省しました。本当に俺はバカだったと思いました。で、まあ、それは私常々今娘に言っておりまして、娘個人的な話で恐縮ですが、高校2年でもう受験間近なんで言ってますけども、学生の本分は勉強だと。で、まあ4年間アンダーグラジュエイトの、まあ、4年間の、大学生活は大して勉強しませんでしたけれども、まあ、それを反省して大学院では必死こいて勉強しまして、で、まあ、私の場合ニューヨーク大学って MBA でも専攻があるんですよ。で、私主専攻がマーケティングで、もうとにかくプレゼンばっかりやらされるんですよ、授業で。でもそれでプレゼン慣れしましてですね、今日もペラペラ喋ってますけれども、人前で喋ること全く苦にせずというのはやっぱり学習の成果かなと思いますので、役に立たない勉強はないです。勉強しましょうと、学生はというのが、私の 実体験から出る反省と、もう本当に学生さんは勉強しなきゃダメよというのはお願いですね。はい、ありがとうございます。なかなか役に立たなかったって言いにくい雰囲気もあったかなと思うんですけど、まあ、大体今の仕事がそこそこうまくいってる人は役に立ったっていうし、うまくいってない人は役に立たないっていうような傾向もあるんじゃないかなっていうふうな、まあ、気がするんですけどね。じゃあそろそろ時間になってきたので、最後にもうちょっとだけ企業塾らしい質問をしたいなと思います。で、今回企業塾という名前をつけて、これで7回目になるんですね。これ実は文科省に助成金をいただいて、この運営費とかも出しているんですけど、でちょうどマークさんがね、すごく気を使ってスタートアップに関する話をしてくれて、どういう人が企業に向くかどうかって話も最後に入れていただいたんだと思うんですよ。で、その前には張さんが、今のいろんなものは使いにくいよねって話があったと思うんですね。で、皆さんの仕事とか今できるできないって全然関係なく、まあ、ちょっとフィンテックに関係して金融に関して、いやここがダメだからなんとかしてくれというふうなものがあれば言っていただけるとですね、今日来てる人たちがもしかするとそれを種に、新しいビジネスを作り上げて起業してくれる可能性って出るかもしれないなと思うんですね。で、マークさん今やろうと思ってることは喋らなくていいので自分がやろうと思ってることは隠してるんです。でも自分はやらないけできないしけれども、ここは直してくれると、ここは良くしてくれるといいよねっていうことを、まあ、なるべく金融に関して、でも金融じゃなくてもいいですから、お話をまた江田さんからにしましょうか。ちょっと最初の頃不公平があったので、そちらから順番に何か言ってみてくれませんか。まあいろいろあるんで言いづらいというか難しいですが、先ほど印鑑の話出ましたけども、本人確認、
これ金融サービスにおいて本人確認というのはですね重要でして、で本人確認というのもですねその KYC ノーユアカスタマーって言われてるような犯罪者じゃないかどうか、まあ悪い人じゃないかっていう確認とか、ただその政府が発行した証明書と紐づいたものの確認なのか、まあ、A さんが A さんであるというだけの確認なのかとか、いろんな概念があるんですが、このデジタル化の中でデジタルアイデンティティというのはこれその概念も含めて変わってくるので、ビジネスチャンスもあると思いますし、不便なところも多々ある世界なので、一般消費者にとって、我々もいろいろビジネスチャンスとして捉えて考えている領域でもありますし、これはエンドユーザーさん発想からシンプルにこの面倒くさい取引を簡単にしたいという発想からも取り組む領域としてはいいんじゃないかなと思っています。ですね、先ほどの、銀行の利便性みたいな話に近しいところ、これも私個人のエピソードなんですけど、先日は某銀行を使いまして、で教育ローンですねを申し込んだんですよね。でその同じ銀行の別の支店で何年か前にリフォームローンを申し込んで、何百万か借りたんですけど、それもすでに完済をしていますと。で別の支店に申し込みに行って、そのリフォーム用よりも相当に少ない額の、融資をお願いしたわけですよ。こちらとしてはもう即座に下の審査が通るぐらいの雰囲気でいた、気分でいたんですけれども、だって信用がありますから、その銀行だけしか持ってない信用データがあるわけですからね。で思ってたんですけど、やっぱり同じ話でものすごい手書きの資料を書かされてた上で、年収の資料も出さされて、私その時海外に駐在してたデータが 年収に入ってきてたもんですから、なんか分かんないですけど、タイ語で書かれている給与明細とかも出さされて、その上でさらに 2,3 日待たされるみたいなものがあったんですよね。で何かというと、やっぱりもう面倒くさいものは淘汰されていくので、その面倒くさいなこれっていうのが金融機関ってもう相当にまだ相当にまだあるわけなんですよね。それぜひビジネスを考えていく上で、その金融サービスの体験することによって出てくるアラってやっぱたくさんあると思うんで、そこからビジネスチャンスっていうのはきっと既存のサービスから見えてくるんじゃないかなというふうに思います。であと職業上海外のですねインキュベーションセンターを見て視察してくることが相当多くて、オーストラリアのマッコーリ銀行っていう銀行は非常に面白いことやってて、ある金融グループなんですよね。でリースもあれば証券もあれば銀行もあればカードもあれば、でそのすべてシステムすべてを API でつないでいて、で決済サービスで月々その100万円とかの決済を、安全に置いてるお客様ってリッチじゃないですかっていう前提のもとに、その顧客情報を企業グループ内で自動的にシェアする仕組みっていうのがもう成立してるんですよね。それで富裕層に対して富裕層と自動的に判断をして、その人に対して自動的に商品をオファーしていくみたいな仕組みがもうすでに海外では成り立ってたりするということなので、何を言いたいかというと、日本の不便な金融サービスを体験することと、あとはその海外のサービスをちょっと旅行に行く感じで生で見に行ってみて、でどんなサービスが新しいところで展開されているかっていうのをまずは目で見てみる、でそれをビジネスにつなげる、こんなことは面白いかなというふうに思います。面白いですね。ちなみに弊社の MT リンク API で年収確認 API がありますので、そちらの銀行に対してMT リンク導入していれば、この紙なしで済んだと言っていただければ弊社の商売になるんですけれども、私自身やってほしいなと思う、2つあるんですけれども、1つは予診モデル誰か作ってほしくて、つまりアメリカ人でクレジットスコアは当たり前のことで、個人がどのぐらい信用されているかを確認するためのツールなんですけど、それ日本になかなかない。それを信用情報を管理している機関は2つあるんですけれども、お客さんが見れないんです。でそれは私アメリカ人としてはおかしいなと思ってる。自分に対してこんな情報が知られているのに、なんで自分のそれ知れないの、それ変わらないとして、じゃあ別の自分が参照できるようなところを誰か作ってほしいなと思います。それ一つ
で、もう一つは、まあ、本人確認のところは結構いろんなチャンスあるかな、まあ、あの繰り返しになっちゃうと思うんですけれども。で、あの、あ、じゃあ、まあ、3つ言って、全然あのアイディアは無料なので、実行はお金かかるのから全然あのずっと言い続けるんですけど、あのこれはマネチーの最初に言われたことで、もうマネチーとしては絶対多分やってはいけない、ないことだと思うので、全然アイディアとして言っていいと思うんですけど、あのとある人が、いや、あのいろんな銀行の口座を持っていれば、あの大体とある銀行の中の振り込みも無料なので、事実上その二重スパイのモデルで、あの実際にあの振り込み手数料なしの決済システムを作ればどうですかと言われたことがあって、今だと多分作れないかと思うんだけれども、学生はそういうのバカバカしいことを挑戦するから全然応援します。エンドユーザーの立場で言いますと、私はあの金融機関に適切なタイミングで適切な情報をもっと発信してほしいなと思ってます。例えば私が外貨の取引の経験があってですね、その、PL すら管理してないわけですよ。彼らは分かってないんですよ。で、私が外貨に対してどういう思いをしているかっていうのも全然管理してない。そういうのが分かってれば、私に対してどういうタイミングで外貨を買いですよ売りですよっていうのをメッセージ出してくれると思うんですよね。で、そういったものは先ほどのそのお客様に関する情報管理っていうものが足りてないっていうところがあるんですけども、やはりそのメッセージをどんどん発信していく、皆さんも受け取ると思うんですけども、全く面白くないキャンペーンの E メール受け取ってますよね。意味ねえよっていう話です。あの意味のあるメッセージですよね。本当にその私にとって重要だっていうメッセージをもっと理解してほしい、お客様ももっと理解してほしいっていうのが非常に強く感じます。まあそれも一つなんですけども、あとは先ほど申し上げた通り、私あの営業店のデザインなんかもやってるもんですから、とにかく営業店のサービスもっと良くしてくれと、戸惑いをなくしてください、ちゃんと案内してください、ちゃんと笑って挨拶してください、基本的なところからサービス業だって認識してくださいっていうところですね。ちょっとこれはテクノロジーと関係ないんで、あれなんですけど、まあ、あのテクニカルな話で言うとメッセージ発信をどうするかというところだと思います。さまざまな媒体使えると思うんですけども、やはり皆さんもスマホを使えたと思うんですけど、スマホって常に電源が入っていて常に携帯していて、いつでもリアルタイムでメッセージを受け取れるはずじゃないですか。ところがそういったその私にとって重要なメッセージって受け取った試しがないというのはどういうことなんですかというところが、私はやはり改善の余地があると思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。私もね、あんまり金融機関そんなに使わないんですけど、最近親がそろそろ亡くなるかもしれないなと思うとですね、相続のこともあって親のお金を管理しようかなと思って、田舎なんで農協に行くんですね、母親を連れて。そうするとまずオレオレ詐欺で騙されてるのじゃないかと思って、まず支店長が出てきて名刺交換を、させられる。それは2回連続された時と、そこには僕の同級生がいるにもかかわらず店長が出てきてそれをされた時には、お前なんか言えよと思いましたけど、まあ、そういうふうなことはあり、さらにもう年を取ってですね、字があまり書けないようになったら、母親が一生懸命そのお金を出したりするのを書類を書かされてるところを見ると、ちょっとかわいそうだから本当になんとかならないのかなと思ったりもしてるので、そういうところも皆さんも近いうちにそういうことになる、ただ今のうちに改善ができるチャンスかなというふうに思ったりもします。まあ、時間5分オーバーしましたので、こういうパネルは終わりにしたいと思います。今日はいろいろ質問に関してお答えいただいてどうもありがとうございました。じゃあ皆さんちょっと拍手を。それで一件ちょっと皆さんにインフォメーションなんですけど、さっきプライバシーとかの話があったと思うんですけど、同じような勉強会をですね、本学品川シーサイドキャンパスでやっておりまして、次回がですね、9月の16日にですね、ビッグデータ IoT 時代の、バイオメトリックスにおける、プライバシー保護というタイトルで、日立からいらっしゃった先生がですね、本学の瀬戸先生が講演いただくことになってますので、今回の申し込みと同じアテンドで申し込みができるようになってますので、もし興味があればですね、ぜひご参加ください。
参加ください。よろしくお願いします。じゃあ亀井先生、どうぞお願いいたします。13時半からですね、3時間余りに、及んでですね、鈴木卓企業塾エッセを終了でございます。今日は素晴らしいご登壇者の指揮者の皆様、実はこれ非常に旬の話題で、各社様にとってもですね、雇用総合役の場で発言することは非常に難しい面もあったかと思うんですけど、無理をして今日はご参加いただきまして本当にありがとうございました。また受講生の皆様もですね、積極的に参加をいただき、おかげさまで、終了間近になっております。先ほどディスカッションの中でもですね、大学の学びは今の授業に通じるという話もございましたけども、皆さんお手元のですね、AIT バッグの中には、本学の、コースのですね、ご案内ですとか大学院のご案内、が入っております。今日初めてですね、ご参加いただいた方も、何人かおいでになるようですので、ぜひですね、本学学んでいただきまして、この新しいイノベーションをですね、起こしていただきたいというふうに考える次第でございます。それではですね、場所を移しまして、喉を下ろしながらですね、ディスカッションをしていきたいなと思っておりますが、5時半から、17時30分からですね、フロント、秋葉原 UDX 店で、開催したいと思いますので、皆様ご参集ください。本日はどうもありがとうございました。